前々からちょっとね気になってるんですけど、あのジョイフィットっていうスポーツクラブね、すげえなんか気になるんですよね。っていうのもね、僕ちょっと学生時代は、まあこう見えてね、ベースボールクラブに入部してまして、昼夜問わずね、朝から晩まで、寒かろうがね、暑かろうが、雪が降ろうが、雨が降ろうが、風が吹こうがね、毎日のようにね、汗水垂らして野球をしていたわけなんでございます。ですけど、社会人になってからというものですね、こういざね、運動しようと思ってもね、なんだろう、こう雨が降ってたりするとね、毎日走ろうとかさ、何曜日に走ろうとか、いついつ走ろうとか、そういう風に決めて一回やった時があったんですけど、やっぱりね、雨が降ったりすると走りに行けなかったりとかするし、まあ、そういうのでね、まあ、続かないということで、まあ、このままではね、本当になんかもうやべえかなって、僕の体的にも健康を考えて、やっぱり運動っていうのはしといて損はないと思いますんでね、運動をしようと思ってるんですけど、やっぱね、ああいうちょっとね、スポーツジム的なとこなんかいいよね、すごいいいなと思う。トレーナーさんがいて、なんだろう、僕についてくれて一緒にトレーニングするみたいな、運動するみたいな、そういうやつがね、ちょっと興味あるね。ちゃんとお金も払うじゃないですか、そういうのって。で、お金も払うし、トレーナーさんがまあいるってなると、まあ、サボれないですよね。で、そうなるとね、本気でちょっと体変わんじゃねえかなと思って、まあ、体作りも今後していこうかなっては思ってますね。やりてえことがマジで多すぎんだよな、本当に。必ず健康診断を受けましょうって、めちゃめちゃタイムリーな話題やん。いや、くそマジで天気いいわ今日本当に。一番バイクに乗りやすい時期って秋っすかね。花粉症の人だと春めちゃくちゃ辛いっしょ。だってで、夏は夏で、まあ、辛いじゃないですか。で、冬は冬で辛いじゃないですか。ってなるとやっぱ秋なのかな、一番乗りやすいっていう時期はね。まあ、なんだかんだね、やっぱロンティー1枚着て走るぐらいの気温がね、やっぱ一番バイク乗ってて気持ちいいですよ。うん、なんでやっぱこれからの時期っていうかね、今ぐらいの時期がね、やっぱバイクというかライダー的にもまあ嬉しい時期というか、優しい時期なんじゃないかなと思いますね。丸亀製麺って何でしょうね、こう子どもの頃の幼かった心をなんかくすぐりますよね、この店ね。初めて入った時僕すごい衝撃的で、何なんだこの店はっていうね。その自分が食べたい、まあ、うどんを注文するまではいいですよ。そっからね、無造作にね、無数に並べられた揚げ物類ですか、天ぷら的な、まあ、天ぷらか、あれをね、好きなだけ、まあ自分の好きなものを取って、自分だけのオンリーワンうどんを作れるっていうね。いや、このシステムね、なかなか最初に考えた人、そこそこ頭が切れる人やなと。しかも普通にうめえしな。で、今日 EX0 かぶって、黒いサングラスねかけて乗ってるんですけど、風の巻き込みがやっぱひどいですね。これはメガネだろうがサングラスだろうが一緒ですけど、やっぱゴーグルのなんだろうな、あの快適性というか、やっぱ暑い時とかだとね、あの密閉されるっていうか、ずっとこの目の周りにゴーグルのスポンジみたいな、当て布みたいなやつがくっついた状態になりますんでね。そういったところで考えると、まあ普通というかね、まあ、不快に思う人もまあいるかもしれませんけどね、やっぱなんだかんだね、風が入ってこないっていうのはね、正義ですよ、正義。うわ、WR250 じゃない、あれめちゃくちゃ欲しいんやが。というわけでね、オイル交換終わりましたね。なんか心なしか、やっぱオイル交換した後っていうのはなんか気持ちいいですね。エンジンがなんか軽く回ってる気がします。
プラシーボで、僕のバイクですね、あの一速入れて発進するときに、なんだろうな、クラッチ、少しずつ離してて、クラッチミートしたぐらいの頃に、このプライマリーのケースぐらいのところからなんかカランカラン音がしてたんですよね、少し、たまになんですけど。で、おそらく多分それね、チェーンが伸びてるというか、チェーン伸びてるか逆に張りすぎてるか、どっちかだと思ったんで、その辺も一緒に見てもらいましたけど、全く音もしなくなって、いや、より一層いいバイクですよ、本当にこいつ。なんだろうな、結構そのぶん回せる楽しさっていうか、あるんで、乗ってて、なんていうんですかね、面白さを感じるというか、そういう側面もね、やっぱスポーツスターって持ってると思いますんでね、ハーレーの中では全然車重もそこまで重くない部類ですし、いやー、本当にマジでいいバイクだわ、こいつ。マジでハーレー何買ったらいいですかって質問来たらね、間違いなく僕48って答えますね。48っていうかスポーツスターですかね。僕もうスポーツスターへの愛が止まらないんでね、本当にマジでハーレーの中ではスポーツスターが僕一番だと思ってますんで、自分のバイクがスポーツスターだからっていうのもありますけど、もう第一にね、本当にマジで乗りやすい、本当に癖がなく全然乗りやすいと思うんで、マジでおすすめ。いいバイクだマジでこいつ、本当に乗りやすい、最高だねマジで、本当おすすめで。スポーツスターつながりということで、ちょっとね、今ね72結構いいなって思ってる自分がいますね。48の存在を揺るがすほどでは全くないですけど、72のなんだろう、あのスタイリングっていうんですかね、すげえいいなと思いましたね。スポーツスタータンクで、やっぱスポーツスターが一番いいよな。スポーツスターこそ至高だわ。スポーツスターが一番いいよ。スポーツスター、スポスタこそが至高。ほんとスポスタ最高。